こんにちは。今回はこのガトリングガン、それをね、左右両方に持たせていこうと思います。ミッションは観測データ奪取。敵多いな。出た、これ回収を始めろ。621、はい、回収中。ルビコンの大気には今でも、あいつサブソは守りが保っています。表現の先、あなたが上空で通過したのは、そういった残留コーラルの流れです。あ、ガトリング、うちのガトリングは強い。あ、強い強いな、こいつ。うちのガトリングをなめんなよ。ミサイル撃っといて倒した。これで2つ目。中央表現は不毛の巣として、ルビコニアにも捨て置かれてきました。封鎖機構に手が入っているということは、強いな、この両方ガトリングっていう。これだけ広大な表彰です。何があってもおかしくは。そこの AC、 我々の調査拠点で何をしている。やばい、何あれ。手払っていた部隊が戻ってきたか。倒していくわ。こいつ倒そう。お、マジか。あー、こいつ強いやつか。ああ、ガトリング。え、勝手。
倒した。使いすぎたわ。 30%。 いっぱいなんか囲まれてる。ちょっとデータ回収する。最後のようだな。あー危ない。え、どこ。よし、氷の裏に巨大な空間がある。興味深い内容だ。そのデータはコピーを取っておこう。やばい。どこにあるの。どこ行った。すごい攻撃されてる。ここどうしよう。出れないんですけど。行け。危ない。よし、カトリグ。よし、倒した。よし、あ、ここに、はい、遠いな。湧いてるし。あ、気づいてないな、あいつ。まぬけなやつね。あ、もうちょっと。あ、え、呼吸ある。全開。え、ボスいないな、まさか。独立王やか。観測データが何件か抜かれている。生きて帰るな。いや、まずい。こいつ、さっきと倒さないと。待て、なんだこの音は。なんだい。 SG の保有戦力ではない。執行部隊が投入されたか。うわ、621、相手は風速機構の LC 機体だ。 SG の MT とはまずい。あー、しまった。倒せない。相手は風速機構の LC 機体だ。 SG の MT とは性能が違う。倒せ、倒してない。くっそ、あいつ強いな。あ、強い。倒せ。ガトリングで。あー、すげえガードされる。まずいまずいまずい。倒せ、はい、倒した。どこ。あ、あれかよ。おえ、うわ、くらった。呼吸が展開された。対処しろ、621。え、うわ、怖え。
え、ちょっと待って、怖い怖い。ターゲット。甲板に飛び移れ。弾球を潰して敵艦を無力化するんだ。いや、え、ちょっと待って。敵艦、損傷を拡大しています。まだ？動力系統に誘惑。いや、知るって、ほら。いや、めっちゃめっちゃ環境を潰して、はい、負けていく。くっそ、あいつ。まだいるやん。いや、使おう、ガード使って。助けてくれ、もう。あ、もうマジできついから。なんだよこの戦艦、やっとクリアしたわ。もうまず脅威は去ったか。教習艦に実行部隊、封鎖圏内では本来運用されない戦力だが、特例の派遣か、あるいは待て、あれは出ないです。企業も俺たちもな。やっと終わりました。もう、やあレイブン、君の良き戦友ベスパー部隊のラスティだ。久しぶりだな、壁越え以来か。積もる話はあるが本題に入ろう。惑星封鎖機構がとうとう実力行使に出た。連中はルビゴン全域に制圧艦隊を展開。うちもすでにいくつかの調査拠点を失った。ベイラムも同様のようだな。
ルビコン解放戦線はこの状況をある意味では好機と捉えているようだが、私から言わせれば甘く見積もりすぎている。このままでは企業も解放戦線もそれから独立傭兵も共倒れだろう。君にアーキバス系列からの依頼を回しておく。壁越えの傭兵の力ぜひとも貸してほしい。まあそう言うんなら貸してやらんこともないけど。ベスパー方から連絡があったようだな。俺の方にもベイラムグループの仕事が届いている。両者ともコーラル調査どころではなくなったようだ。621、依頼を確認しろ。レイブン、私もあなたにふさわしい依頼を探してきました。あなたが企業にも重用される有力な傭兵であることは理解しましたが、私はルビコンに生きる者についてあなたにより深く知ってほしいのです。はい、では今回はこの辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。